11月30日は、グレゴリオ歴で年始から334日目にあたり、年末まで、あと31日ある。11月の最終日である。日本政府が初めて外国との訴訟当事者となった、千島漢字圏冬戦争勃発。雪中のフィンランド軍兵士、ルーシー発見、ガリバー旅行記の作者で知られる、イギリスの小説家。 ジョナサン・スウィフト誕生19世紀フランスのアカデミック美術を代表するウィリアム・アドルフ・ブグロー、誕生。画像は、ビーナスの誕生アメリカ合衆国の小説家、マーク・トウェイン誕生王家主義を批判し、国民主義を唱えた、ジャーナリスト、リク・カツナン誕生ウィンストン・チャーチル誕生、赤毛のンの作者で知られる、カナダの小説家、ルーシー・モード・モンゴメリ誕生対象デモクラシーを、 牽引した、ジャーナリスト、長谷川におぜかん誕生日本法社会学を確立した、法学者、末広伊豆太郎誕生マラソン選手、山田敬造誕生。1953年のボストンマラソン優勝は、翌年、心臓破りの丘で映画化された第10代日本社会党委員長、土井隆子誕生イギリスの映画監督、リドリー・スコット誕生。 代表作は、エイリアン、ブレードランナーなど、秋篠宮文人新能誕生を襲藤原氏、第三代当主、藤原秀平没金沢文庫を創立した、北条寂時没、はかりごと生と称された戦国大名、天骨根久没、解体新書に携わった蘭学者、前の両託没保護貿易論を提唱した、ドイツの経済学者、 フリードリッヒリスト拳銃自殺オスカーワイルド、ボツティーポットド,ドーム事件での関与で、アメリカ閣僚として初めて入り換した、アルバート・ビー・ホール・ボツソフィスティケーテッドコメディの名手として知られる、ドイツ出身の映画監督、エルン・ストルビッチ・ボツ現代以後の巨星合成源ボツ水木しげるボツ。ありがとうございます。